トレーシース・スマザーズは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州アトランタ生まれ、テネシー州ナッシュビル出身。若手選手時代は、アイドル系のベビーフェイスとして活躍し、キャリアを積んでからは、ハードコアレスリングにも対応できる、技巧派の中堅ヒールとなって、各団体に参戦した。トレーナーとしても、数々のレスラーを指導している。ファビュラスワンズのスティーブ・カーンとスタン・レーンのコーチを受け、 1982年にデビュー。地元テネシー州メンフィスのクアにて活動後、1987年にボブ・アームストロングの息子、スティーブ・アームストロングをパートナーに NWA フロリダ地区でサザン・ボーイズを結成。ベビーフェイスの若手タッグチームとして、テネシーやアラバマなどの南部を主戦場に活躍した。1988年7月には揃って、 新日本プロレスに初来日。軽快な空中殺法と息のいいファイトスタイルで好評を博し、同年11月の88ジャパンカップシリーズでは、ジョージ・タカノを加えたトリオで、エリミネーション方式の6人、タックリーグ戦に参加した。1989年4月の来日時は、和歌山にてアントニオ・イノキとのシングルマッチも行われている。1990年、 ヤングピストルズのチーム名で WCW に進出し、ミッドナイトエクスプレスやファビュラスフリーバーズを相手に構想を展開。1991年11月5日には US タック王座を獲得。翌1992年1月14日にロン・シモンズビッグ・ジョッシュに敗れるまでタイトルを保持した。アームストロングとのコンビ解散後はジム・コルネットが主催していた。 ノックスビルのスモーキーマウンテンレスリングに参戦。ザワイルド・アイド・サザン・ボーイをニックネームに、プライム・タイム、ブライアン・リーやクリス・キャンディードと構想した。その間、1993年1月に、ジェイソン・ザ・テリブルの偽物に変身して、W ・ ING プロモーションに来日。同年11月には全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に、 リチャード・スリンガーと組んで出場している。1995年は、岩ジャパンに来日し、9月29日に、カクタス・ジャックとのコンビで、ザ・ヘッド・ハンターズから、世界タック・王座を奪取。同時期、アメリカでは当時 WWF の、マイナーリーグ的な団体になっていた、アスワを、主戦場に、活動。1996年には、シャキール・アリなるイスラム名のヒールとなり、 PG-13、サーモハメット、クイーン・モイッシャラによるネーション・オブ・ドミネーションに加入。同年下期からは WWF にも出場したが、ファルークをリーダーに再編された WWF 版ネーション・オブ・ドミネーションのメンバーには起用されず、フレディ・ジョー・フロイドのリングネームでベビーフェイスのジョガーを務めた。1997年、リングネームをトレイシース・スマザーズに戻し、 ザメーンマンのニックネームで ECW に登場。イタリア系の出自ではないのにもかかわらず、フルブラッテッドイタリアンズに加入して、再びヒールに転向する。以後、タッグパートナーのリトルグイドー及びマネージャーのザビッグ、ドントミーリッチとのトリオで活動し、同年10月18日には、グイドーとのコンビで、ニュージャックジョン・クローナスから ECW 世界タッグ王座をダッシュした。 ジャンポにて ECW には2000年まで在籍し、同年4月には FMW に来日。以降は XPW やイワミッドサウスなど各地のインディー団体を転戦して、2005年はシェーンダグラスがプロデュースした ECW のリユニオン、イベントハードコアホームカミングに連続参加。2007年からはインセーンクラウンポッシーが主催する JCW に参戦した。 二千八年八月には、レーベンラーと共に、XWF の旗揚げ工業に出場。二千十年八月八日には、ティネの主催による、ECW リユニオン工業ハードコアジャスティスにて、リトルグイドーやトニーママルークとフルブランテッドイタリアンズを再結成した。二千十七年十一月二十三日、横浜ラジアントホールで行われた、佐藤淳一レフェリーの引退記念工業に、 出場のため久々に来日。ダグ・ギルバートとタッグを組み、ザ・グレート・歌舞伎井上正夫と対戦した。晩年は悪性リンパッシュで闘病を続けていたが、2020年10月28日、58歳で死去。女子プロレスラーのミッキー・ナックルズが、イザベラス・スマザーズと名乗り、彼の隠し子という設定の元 JCW やオベで活動しているが、実際には、 血縁関係はない。ありがとうございます。